今回は東工大院士の解説を始めます。今回は数学の問題で、数に示す関数 fx の関数のフリー変換を利用し、次の定積分、これを求めようという問題です。まず fx ですが、fx ってのは0から2までが右肩上がりの関数で、マイナス、あ、すみません、こっちですね、2分の 1x プラス1。で、次に0から2まで下がるので、マイナス2分の 1x プラス1となります。で、この fx をフーリエ変換すると、まずはこのような式で定義できて、で、マイナス2から0までで、このような式。で、0から2まででこのような式になります。で、残りの部分ではもちろん0となっています。で、ここでこの部分ですね。この部分を例えば、x イコールマイナス y と変数変換すると、dx イコールマイナス dy となって、この式がどうなるかというと、まず積分範囲が2から0になります。2から0のマイナス dy となって、マイナス打ち消すことによって、ここ0から2までとできます。で、ここを新たに x と置いてやると、ここの部分ってのは0から2までの dx という形にすることができます。すると積分範囲が同じなので合わせることができて、で、今回エクスポネーシャルの ikx とエクスポネーシャルのマイナス ikx があるのに、2のコサインの kx と合わせることができます。ですので、先ほどの式はこのように表すことができて、で、まあ、あとは部分積分とかすると、まあ、こっちを積分形の形、k 分の sinkx などでこのようにできて、こっちを微分すると、まあ、マイナスとマイナスが打ち消しちゃって、プラスの2分の1が出てきますね。で、ここの部分っていうのは、2を代入すると、ここの部分が1マイナス1となって0。で、0を代入すると sin0 なので0。なので、この項はなくなります。なので、この項だけに式になって、2分の1を打ち消して、このような式になる。で、sinkx を0から2までで定積分するとこのような式になります。で、1-cos2k っていうのは倍角の公式、半角かな、半角の公式を用いてこのように表すことができるので、以上まとめると2倍の k 分の sink の2乗となります。で、ここでまたここの部分を逆フーリー変換したいと思うんですけど、まあ、つまり fx っていうのはマイナス無限から無限の fk の dk かなとすることができると思うんですけど、で、まずはこのような積分だって、このようにあると思うんですけど、ここにですね、エクスポネーシャルの i の k の0と表すことができるので、ここの部分が 2πf0 となって、 f0 っていうのは、まあ、fx が今回マイナス2分の 1x プラス1、もしくは2分の 1x プラス1だったので、0を代入すると1となって 2π となります。ので、この式とこの式を比べると、2倍の部分を消してこのような式になることになります。ので、答えは π となります。今回は以上になります。